男性がテストステロンを増やすとモテたり自信がついたりなどの様々な効果が期待できます。この動画ではテストステロンの増やし方を詳しく解説しますので、この動画をきっかけにモテたい、自信が持てるようになりたいという方はぜひ最後までご覧になり、気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いいたします。筋トレをするとテストステロンが増えることが分かっています。筋トレによる興奮や緊張がテストステロンの分泌につながるのです。興奮や緊張状態を作り出すためにもハードなトレーニングがおすすめ。またテストステロンや筋肉は30代に差し掛かると減少すると言われています。30代以降は意識的に筋トレをしてテストステロンや筋肉の低下を予防したいところです。睡眠をとる。睡眠はテストステロンの分泌に影響を与えます。アメリカの医学協会でも睡眠不足の継続によるテストステロン値の低下が報告されているのです。そのため最低でも6時間は睡眠をとった方が良いでしょう。働きすぎなどで睡眠時間を削らないように注意する点も重要です。日光浴をする。適度な日光浴はテストステロンの増加につながると言われています。1日に10分から20分程度の短時間の日光浴でもテストステロンが増加します。日光浴は睡眠の質にも好影響を与えるため、1日のどこかで取り入れると良いでしょう。タンパク質を摂取する。食事から摂るタンパク質は筋成長に重要な役割を果たし、現在のところアスリートや筋トレをしている方に推奨されている摂取量は体重 1kg に対して 1.6 から 2.2g でテストステロンレベル最適化に十分と言われています。まだ論文などで証明はされていないのですが、大豆タンパク質などはテストステロンレベル向上を促す期待があると仮定されており、研究が進んでいます。姿勢を正す。アメリカのコロンビア大学で行われた研究によると、姿勢を整えるとテストステロンが分泌されることが分かりました。猫背に比べて胸を張って座った方がテストステロンが分泌されるのです。加齢の筋力低下により姿勢は崩れやすくなります。年を重ねても姿勢を保つためには筋トレも必要でしょう。ストレスケアをする。ストレスケアはテストステロンの維持に重要です。ストレスが溜まって交感神経が優位になるとテストステロンの分泌量が減少します。仕事で無理をせずに睡眠をしっかりとってストレスを溜めないようにすることが大切です。以上がテストステロンを増やすためにおすすめの方法となります。東京フィットネスではフィットネスや健康に関する情報やモチベーションを提供しています。今後の動画が気になる方はいいねボタンとチャンネル登録をお待ちしております。